どうもおはようございます、おぐまるです。お久しぶりです。出張がすごく長くてですね、動画の配信が遅れまして申し訳ございません。皆さん楽しみにしていただいているということで、今日は総武線沿線秋葉原来ました。ついにですね、東京の大都会の方にだんだん進出してきまして、今日は企画の趣旨としては、私のですね、集めたポケモンカード2000枚超え、これ多分ね5キロぐらいあるんですけども、これをあの秋葉のトレカ屋さんに行って一番高いところに売りつけてやろうかと思って、まあ、かなりいいカードいっぱい入ってるんで、いくらになるのか楽しみかなという動画をちょっとお送りしたいと思います。それでは行ってみよう。準備不足みたいなの大丈夫？あ、ちなみにどこで売るんですか？マンダラケ。マンダラケ。マンダラケ。マンダラケだってピーヤマおすすめでしょ？おすすめ。これあのよく聞くの、なんだっけ、あのトレファクじゃなくてトレレクじゃなくて、あの忘れた。まあ、緊急では動画は今日は撮ってません。緊急ですね。ないです。いや、緊急ですよ。緊急、ちょっと待って、ワンダラケ店舗情報いっぱいあるよ。久々の秋葉原。久々だね。あのキバブ食ったのいつだっけ。あー、そんな日もあった。夜編でお送りするやつだね。夜編でね、急遽集まってね。うん、まあ、ちなみにあのブックオフとかでもトレーニングカードって買い取りしてるんだけど、あの俺聞きに行ったんだよね一回、うん、1枚5円ぐらいなんだよ。ほら見て、こういうとこもさ、うん、これもあるか。フィギュアも結構あれ、冷戦とかで撮ったやつとかも結構いい値段で売れるやつもあるらしくて、結構ニッチな業界なんだけど、結構好きな人の好きで結構売りに来てる。俺の友達とかもそうしてる。あとはね、カメラ、中古のカメラを全国から仕入れて秋葉で売るみたいな人。それで生計立ててるって言ってたよ。いろんな人がいるもんね。我らがあのもぐまる水産ですね。なんかうちの近くにもあのもぐまる水産食堂っていうのがなんか最近できて、うん、多分定食屋に進出するのかな。なんかそれ今日工事してた。ラジオ会館って多分この中だと思うんだけど、あ、違うか、もう一個向こう側だ、この上。すごい、見て。たまにああいう道聞いて教えてくれる人はいいけどさ、うん、なんかここに地元じゃないんでっていう人も。あれ見て見て、ほらあそこじゃん、ホビーカードって書いてあるな。あれ、これ山田電機のソズマップじゃん。え、山田電機潰れたの？山田電機潰れて、ソフトバンクビッグカメラグループに買収されました。これがラジオカット。
あれさ、どこが一番いいんだ。じゃあ、あそこもいい。東京天神店。東京天神店。指ちぎれそう、これ。すげー。